22歳とかパンサーズ入って1年目の時に高橋藍選手が小学校6年生とか5年生ぐらいで、その時に京都の体育館で同じ感じの時に写真撮ってくださいって言われて、高橋藍選手撮って、で、上手くなれよって言ったら、それが例えばもう何年後かに一緒に代表で活躍するぐらいすごい選手だったから頑張って目標とか夢をしっかり持って、それを叶えてやるんだっていう気持ちを強く持って頑張ってやってったら代表になれるし、上手い選手になれるんで頑張ってください。はい、お願いします。